それでは今日の授業を始めたいと思います。で、前回ですね、前回は線形写像と行列に入る前に数ベクトル空間の大まかな内容をもう一回復習しまして、それから部分空間について話をしました。で、一応これからの話は前回やりました数ベクトル空間の上でいろいろ物事を考えるということになります。で、もしかするとこれまでですね、第1章から第4章までの授業の内容とちょっとやり方が変わってくるかもしれません。と言いますのは、第1章から第4章まではかなり分量が多かったり、それから皆さんも初めて大学で数学の授業を受けたりという事情もある程度考慮しまして、どちらかというと道具の紹介と使い方ということについてを重点的に説明をしてきました。しかし、第5章になりますと、この線形写像というのを一応勉強するんですけれども、やっぱり初めて学ぶにはなかなかその仕組みを理解するのは難しい人もいるかもしれません。ですので、これまでの講義とはちょっと違ってですね、道具の使い方はどちらかというとその演習の授業の方に委ねることになると思います。例えばこれをですね、その車を運転する話に例えてみますと、皆さんも免許を取った人、それからこれから夏休み中に免許を取る人いるかもしれませんが、車の免許を取ろうと思ったら、その自動車教習所に通って、僕も大学1年の時、夏休みにこの市内の自動車学校に通いましたけれども、車の運転の仕方を覚えるわけですね。で、その際には必ずしもそのエンジンの仕組みだとかそういったことを詳しく知っておく必要はないわけですね。とりあえずその自分の周りにあるエンジンの入れ方とか、それからハンドル、アクセル、クラッチ、ブレーキ、そういった基本的な操作を覚えれば、車を運転できるようになります。しかし、必ずしもこれからの皆さん全てに必要とは限らないとは思うんですけれども、例えばその科学においても、これまでやらなかった新しいことをやるとか、それからもしかしたら皆さんもこれから卒業して会社に入って何か新しいことをやってみろって言われるとか、そういう時にはですね、ただ単に道具の使い方を分かっているだけだと、必ずしも十分じゃないことがあるかもしれないですね。というのは、その道具がどのような仕組みでできているかということを知っておいた方が、例えばその新しい問題を解かなければならないときに、もしかすると皆さん、新しい道具を作って問題を解かなければならないこともあるかもしれません。で、そういうときに、実は今ある自分が持っている道具の仕組みを知っているということは非常に大事なことだし、新しい道具を作る上でも有利なことだと思います。で、大学の教育っていうのも得てしてそういう面がありまして、自動車教習所みたいに車の運転にすぐ役立つとは限らないんだけれども、将来自動車を直したり、あるいは改造したり、新しい自動車を作ったりする上で役に立つかもしれない、技術や知識を学ぶという、そういう性格の場所がこの大学の一つでもあると思うんですね。ということで、この第5章に関してはもう少しですね、この線形写像という線形台紙における道具の仕組みに少し特化して話を進めていくことになると思います。ですので、皆さんの中には退屈に思うかも人もいるかもしれませんけれども、一応そういうつもりで話をしていると思って聞いてもらえればというふうに思います。これについて何か質問ありますか？はい、じゃあ内容に入っていきましょう。教科書はセクション 5.1 ですね。で、セクション 5.1 は線形写像と行列という見出しがついておりまして、で、ここでやることはまず線形写像というのはどういうものかという定義を学ぶのと一緒に、
そのこれまで皆さんが扱ってきた行列ですね、まあ、今までは行列を計算したり、あるいは行列を使って連立一次方程式を解いたりということをしたんですけれども、まあ、そういった行列のまた別な顔を見ていきたいというふうに思います。ということで、一応このセクションのメインになる線形写像の定義を最初に説明しましょう。定義 5.1 というのが、教科書の123ページにありますので、そちらを見てください。で、ここでは、KN と KMM ですね、2つの数ベクトル空間を用意します。1つは、N 項の数ベクトル空間で、もう1つは M 項の数ベクトル空間ですね。ですね、この2つは、まあ、共に数ベクトル空間です。で、これに対して、その F というのを用意するんですけれども、で、まあ、この、まあ、式というか、記述の意味は、皆さん、もう慣れましたでしょうか。多分、その、微積分や線形代数の、まあ、線形代数だと、講義であまり出したことないですけど、演習でもしかしたら出たかもしれないし、知れませんし、微積分でも扱ったかもしれませんが、一応ここを決めましたときには、この F というのは、この数ベクトル空間 KN から KM への、写像ですという意味ですね。だから KN のベクトルを KM に移す写像と。これを F と呼びましょうということですね。で、この F が、ただの写像ではなくて、線形写像であるとは、この次の条件を満たすことを言います。その条件はですね、x と y というのを、kn の方ですね、ですから、ちょっと図で書きますと、まあ、kn というベクトル空間、数ベクトル空間があって、まあ、km という数ベクトル空間があって、まあ、これは別に、その、有限集合とは限らないんですけれども、一応ちょっと何も枠がないと見づらいでしょうから、一応こうやって枠で囲っています。で、この kn から km にベクトルを移す、こう、写像 f というのを考えるんですね。で、この x と y はどこから持ってくるかというと、どちらも、この、移される方の、kn の方に弦です。で、注意してください。で、この x と y、も kn から2のベクトルを取ってきて、それから、まあ、ラムダは、スカラーとしましょう。これらに対して、次の性質を満たすのが、まあ、線形写像と呼ばれるものです。で、教科書の記述に従って書きますと、まず LM1 という項目があって、X を F で移したベクトルと、それから Y を F で移したベクトルの和が、ああ逆でしたね。すみません。まあ、どっちでもいいんですけど、一応、教科書を書けてみましょう。x と y の和を f で移したベクトルが、fx と fy の和に等しいというのが一つ目の性質です。で、二つ目の性質は、F のラムダ倍、あ、X のラムダ倍ですね。X のラムダ倍を F で移したベクトルが、X を F で移したベクトルのラムダ倍に等しいと
まあ、こういうことを言っています。で、まあ、これらが成り立つときに、この F のことを、線形写像と呼びます。で、ついでに、この2つの性質ですね、この2つの性質は、まあ、教科書でいうと122ページから123ページにかけて文章で解説が書かれていますけれども、その中に重ね合わせの原理という名前で呼ばれていますので、確認しておいてください。上の LM1 の方が、和に関する、ベクトルの和に関する重ね合わせの原理と呼んでいて、それから LM2 の方が、スカラー倍に関する重ね合わせの原理と呼んでいます。はい、まず、そうですね、この線形写像の定義が出てきました。で、それから、あとそれに加えていくつか記号が定義されていますけれども、あ、そうだ、その前にこの LM は、LM っていう言葉の意味は、ちょっとこの本文のこの定義の周辺には何も解説がないんですが、多分、まあ、線形写像ですと、英語でリニアマップって言いますから、マップもしくはマッピングって言いますので、まあ、その頭文字を取っているものと思われます。リニアっていうのが線形ですね。皆さん、ラインっていう英語はよくご存知だと思いますが、まあ、その直線といった、そういう性質を反映したものがリニアっていう性質ですね。だからマップは写像、数学では写像のことをマップと言います。まあ、一般常識ですと、マップは地図ですけれども、数学ではマップといえば写像ですので気をつけてください。で、それからあと2つほど記号の定義があるんですけれども、ホムという記号ですね。KM と K の M。で、これは、その K の M から、K の M への線形写像全体の集合を表します。まあ、一般にその数ベクトル空間から数ベクトル空間への線形写像っていうのを考えると、これはまあたくさん存在するわけですが、まあ、そのたくさん存在するその線形写像をみんな集めた集合ですね。こういう集合をホムの KN から KM と書きます。で、このホムに関しては、数学では順動形という言葉がありまして、英語でホモモーフィズムというんですけれども、多分この頭文字を取ってきているのではないかと思います。で、それからあともう一つの記号は、エンド K の N ですね。エンド K の N という記号がありまして、これは、その KN から KN ですね、ここのホムの定義で、両方に KN が入ったもの。これはですから、KN から KN への線形写像。全体の集合と。
というのを表します。で、このエンドのっていう言葉についても、数学には自己順動形という言葉がありまして、自己順動形のことをエンドモーフィズムと呼んでいます。自己順動形というのはその、まあ、KN から自分自身へのこう写像というんですね。ですので、まあ、そのエンドモーフィズムのエンドを取ってきたものと、思われます。一応このぐらいがですね、その線形写像の定義ですので、まずこれを確認しておいてください。ここまで質問ありますか？はい。それで、一応最初にですね、この数ベクトル空間の線形写像の、まあ、非常に基本的な性質が1個載っていますので、それを紹介しておきます。教科書ではその定義 5.1 の下に、注意というふうに出ておりますが、一応これ命題として書いておきましょう。この F をですね、その数ベクトル空間 K の M から K の M への、その任意の、線形写像としましょう。で、この任意の線形写像に対して、まずその成り立つ性質の一つとして、このゼロベクトル、ゼロベクトルというのはそのどこの数ベクトル空間にも存在するものなんですけれども、このゼロベクトルを F で写したものは、ゼロベクトルになると。すなわち、どんな線形写像を持ってきても、ゼロベクトルはゼロベクトルに写るというのがまず一つ、線形写像の性質として挙げられます。で、まあ、これを、じゃあなぜですかと聞かれると、皆さんどう答えられるでしょうか。まあ、この辺からがだんだん、まあ、大学の数学っぽくなってくるところだと思うんですけれども、一応ですね、この成り立ちヒントを見てみますと、まずこの F0 っていうのを考えるわけですね。F0 っていうのは、0は、ゼロベクトルは2個足してもゼロベクトルですから、こういうふうに書くことができるわけですね。で、まあちょっと冗長な書き方かなと思われるかもしれないんですけれども、実はたまにこういう冗長なことをやると、うまく証明できる場合があって、で、これ実は F っていうのは線形写像ですから、その先ほど紹介したそのベクトルの和に関する重ね合わせの原理を使うと、これ F0 プラス F0 っていうふうに表すことができるんですね。で、この両辺比べてみますと、F0 っていうのが F0 プラス F0 に等しいということで、その両辺から F0 を引きますと、こちらが0になるわけですね。で、これが導かれるというわけです。まあ、まあ、こういった形で、こう、非常に基本的な性質もだんだん、こう、証明するというようなことが行われていきます。ですので、皆さんも、まあ、非常に単純な問題ですけれども、自分で、なぜこうなるかというのを考えるのは、多分、その、数学旅行を鍛える上ではいい機会になると思いますので、まあ、各自、できる範囲で取り組んでもらいたいと思います。そこで、まずその、じゃ線形写像っていうのを定義したんですけれども、じゃあその線形写像にはどんな例がありますかっていうのをちょっと紹介しておきます。線形写像の例としまして、
この A というのを、行列としましょう。M 行、M 列の行列とします。ですので、皆さんにとっては、この授業、時間内には非常に馴染み深いアイテムですよね。で、これに対して、写像を定義するんですが、どのように定義するかといいますと、この写像を LA という名前にしましょう。写像の書き方はこれ数学で多分特有の書き方ですので、慣れておいてください。で、写像を書くときには、まず写像の名前をこう書きまして、例えば今だったら LA と書いて、カンマをつけて、で、それから写されるものの対、集合ですね。今は K の N。で、写る先の集合を、K の M と。ですから、この LA というのは K の N から K の M への、写像というふうにします。で、じゃあ具体的にそのどういう弦をどういう弦に写すかっていうのをこの下に書きます。で、それはどういうふうに書くかっていうと、まず KN から、1個ベクトル X を持ってきなさいと。で、これに対してそのどのように弦を写すかというと、こういう矢印があるんですけれども、注意してほしいのは、その上の矢印と下の矢印、形と長さが微妙に異なります。ちょっと長さはちょっと微妙すぎるかもしれませんが、一般には長さは上の方が長くて、その方が短いですね。でそれから、下の方の矢印には、この支点のところに縦棒がついているのに気をつけてください。これはどういう違いかというと、上はその集合全体の対応ですね。KN から KM までの写像ですと。で、下はこの弦の対応を表しています。例えば、X という弦をここではどういう弦に移します。でそれによってこの矢印の形が変わりますので気をつけてください。で、これで結局どう移すかっていうと、X に左側から行列 A をかけなさいという指示なんですね。で、こうすると、この AX っていうのは M 項数ベクトルになりますから、KM の弦になるわけです。で、でこれでもって、写像 LA というのを定義します。これを定めると、実はこの LA というのは、線形写像になります。実際にこの LA がどこで出てきているかというと、教科書ではもう少し先なんですけれども、教科書の125ページの、1行目と2行目に、この LA が線形写像になるということの、言ってみれば証明というか説明が書かれております。125ページの1行目には、この写像 LA がですね、この先ほどの和に関する重ね合わせの原理を満たすということ。それから、2行目には、そのスカラ倍に関する重ね合わせの原理を満たすと、性質ですね、いうことが書かれておりますので、一応それを確認しておいてください。そうすると、今やりましたように、行列を1個与えると、その線形写像が、定まるということがこう分かるわけです。ここまで皆さん質問などありますか？ということでですね、今の例から見た通り、行列と線形写像の関係をこの 5.1 節では見ていくんですけれども、で今見て分かったのは、その行列を1個取ってくると線形写像が1つ定まるということが分かるんですね。で、問題はじゃあ一般の線形写像を与えたときにこれがその行列で表されるのかなっていうのがまずはこれから
線形代数を勉強していく上での、まあ、素朴な疑問なわけです。一応ですね、その皆さんまだそのこれからあまりそのこう何でしょう、線形代数 の, このいろんな状況がまだよく分かってない人もいるかもしれませんけれども、まあ、とりあえずはあのじゃあここから先っていうのはこの線形写像っていうのがあの行列でその表されるかどうかということをあの学ぶんですけれども、まあ、実はその任意の線形写像というのはですね、行列で表すことができると。ということをあのこの 5.1 節でこれから学びます。ここまでいいですか？もう一回繰り返しますと、その行列を1個定めると、それによって線形写像が1個定まると。じゃ逆に線形写像っていうのに対して行列を定めることができるかっていうのが疑問なんだけども、実はそれはできますと。すなわち線形写像を1個与えると、それによって行列が1個、行列が1個決まると。もしくはその、与えられた線形写像を行列で表すことができますというのが、これから話をする内容です。さて、じゃあ次に問題になるのが、まあ、じゃあ行列をなんか作れば線形写像ができるというのは分かったけど、じゃあこちらですね、その一般に線形写像を与えるって言われても、そのどうやったら線形写像を与えることになるのかっていうのが、多分謎だと思うんですよね。だから、次はその一般の線形写像っていうのはどのようにして与えることができるかということについてやりましょう。ということで、一応ですね、一般の線形写像の与え方という見出しをつけて話をしたいと思います。で、とりあえずその線形写像を何か与えてみましょうっていうときに、どうやって書こうかなと思うんですけれども、まあ、まずは先ほどの書き方に従って、まあ、F というのを考えましょう。F を数ベクトル空間 K の N から K の M への線形写像としましょうというわけですね。で、じゃあその具体的にそのこの F というのはどういうものかっていうのを定めようとすると、そのこの KN ベクトル数ベクトル空間 KN の弦、例えば X1 という弦があったら、じゃあこれはなんか KN の弦ですね、 X1' に移すものですということにしましょう。で、ただこれだけではその KN の弦の全部の移り方がわからないから、次にじゃあ X2 というベクトルは X2' というベクトルに移るとしましょう。で、まあ、2個だけではまだその全体像がつかめてないので、 X3 というベクトルは KM では X3' というベクトルに移るとしましょうというふうに、こう一個一個弦がどのベクトルがどのベクトルに移るかっていうのを、まあ、定めていけば、その原理的にはその線形写像っていうのはこういうもんだっていうふうに説明できると思うんですけれども、ところがこの定義の仕方っていつまでたっても終わらないですよね。その、なんでかというと、少なくともこの KN という N 個数ベクトル空間のベクトルというのは無数にありますから、だから無限個こういう組み合わせを書いていかないと
その線形写像を説明したことにならないんじゃないかっていうふうに思うわけです。で、じゃあどうしようかっていう話でですね、これだとその、F の定義を書ききれないわけですね。でそこでという話をこれからします。でそこで、その kn のベクトル x をですね、次のように表しましょう。どう表すかというと、これは n 個数ベクトルですから、線形結合というのはだいぶ昔にやりました。で、あと基本ベクトルというのもだいぶ昔にやりました。で、そこでどうするかっていうと、この与えられたその n 個数ベクトルを、この基本ベクトルのこう線形結合で表すんですね。これはどういうことをやってるかっていうと、x っていうベクトルが、今、この C1 から Cn というこういう形で表されていますと。で、これっていうのは実は、この基本ベクトルですね、こういう基本ベクトルの線形結合でこう表すことができるわけですね。で、まあ、こう表して、で、この x をですね、f で写してみましょう。こうですね。で、そうしますと、この f、x を f で写すんですから、この x のところに、この、上の、この、基本ベクトルによる線形結合を代入します。C1、E1 プラス、C2、E2 プラス、で最後 CN、EN。まあ、こんなふうに代入します。で、ここでちょっと式変形をするんですけれども、今この F っていうのが、線形写像ですから、そうすると先ほど線形写像の定義で、やったようなその重ね合わせの原理に基づくこう変形ができるわけですね。で、そのどういう変形をするかというと、これ全部ばらします。例えば、C1、E1 のところは C1×F の E1 というふうにすることができます。で、同じように C2×F の E2。点点点プラス CN かける F の EN と、まあ、こういう形に直すことができるんですね。で、実はこの形が非常にそのものを言っておりまして、で何がわかるかというと、このここに出てくるそのベクトル F で写したベクトルっていうのは、この基本ベクトルですね、この E1 とか E2 とか En までの N 個の基本ベクトルをこの F で写した先だけが出てくるんですね。で、それに、こう、スカラー C1 とか C2 とか Cn っていうのを使って、線形結合を作ると、その X がどこへ移るかっていうのが分かるっていうわけです。
すなわち、これ何が言ってるかっていうと、これこの矢印はそれぞれこの F の E1 とか F の E2 とか F の EN に引っ張った矢印なんですけれども、実はその基本ベクトル E1 から EN の この N 個の基本ベクトルの行き先さえ決まれば、この KN のすべてのベクトルですね、X の行き先が決まるというのが、この線形写像の性質から導かれる非常に大事な性質です。これが一番、まずここが一つ大事なところですので、確認しておいてください。先ほど最初の方でやりましたように、こうやってその無限個の、KN の全部のベクトルの行き先を書き出さなくても、その基本ベクトルですね、N 個の基本ベクトルのが F でどこへ移るかと、その行き先さえ、N 個の基本ベクトルの行き先さえ書き出しておけば、あとは、この KN のすべてのベクトルがどのように移るかっていうのが分かるっていうんですね。これが重要なところです。ですので、その線形写像線形写像を一つ定める、もしくはその与えるというのは、そのどういう、実際にはどういうことをやればいいかっていうと、その基本ベクトル E1 から EN の基本ベクトル E1 から EN の行き先を定めるということをすれば OK だっていう話なんですね。一応まずこのことに気をつけておいてください。ここまで何か質問ありますか？じゃあ先行きましょう。そうしますと、その線形写像を定めるということは、その N 個の基本ベクトルの行き先を定めるということだということは、ここまでの話で、皆さんもその、納得できたことが人それぞれだと思いますが、とりあえず皆さんにも伝わったかと思うんですけれども、じゃあ、その線形写像ですね、そのどのような表し方ができるのかっていうのを、その次に話をしたいと思います。先ほどは線形写像の与え方っていうのをやりましたから、今度はその線形写像の表し方ですね。一応数学ですので、その誰が見てもこう間違いなく理解できる形のこう数学的な記述で表す必要があるわけです。で、先ほどと同じように、
その F というのが、数ベクトル空間 Kn から Km の線形斜度ですよと。で、与えられる、で、その与え方は、その基本ベクトル E1 から En の行き先を定めれば良いですよというのを今やりましたから、それはとりあえず、じゃあ、Kn の基本ベクトル E1 というのは、この Km では、例えば、A の1というベクトルに移るとしましょうと。それから、基本ベクトル、Kn の基本ベクトル E2 は、Km では、まあ、A2 というベクトルに移るとしましょうと。で、同じように、ずっと書いていって、最後に基本ベクトル AN は、Km のベクトル A の N に移るとしましょうと。まあ、とりあえず、これだけ、その F での移り方を決めておけば、その F は完全に決まるっていう話なんですね。でまあ、これで持っても、まあ、一応、まあ、数学的には問題はないわけです。まあ、こんな風にして表すことができるんですけども、ただそのいちいちですね、この矢印書いたりこうするのは数学者にとっては結構面倒なわけですね。で我々数学者はまあ数学を使う一般の人たちもそうですけれども、数式というのを知っていまして、で、まあ、もうちょっと簡単な形で書けると 楽だし、あとはその書き方をもとにいろいろな計算ができるかもしれないということで、まあ、より明快な表し方は、ないのっていうわけですね。だから、あれば教えてちょうだいっていうことなんですけれども。で、そこでですね、じゃちょっとそれをやりましょう。そこで、この F を E1 で移したものですね。F を E1 で移したものから、この F を En で移したもの、ベクトルですね。を、まあ、以下のように、まあ、表すことにしましょう。で、以下のようにというのはどのようにかといいますと、まず、この E1 を F で移したもの。で、先ほど上に書きましたように、これは A1 ですと言ったんですけれども、この A1 っていうのは、M 項数ベクトルですから、これをちょっとちゃんと成分で表しておくことにしましょう。上から A の11から始まって、A の M1。を、まあ、成分に持つ M 項の数ベクトルですね。こんなふうに書いておきましょう。で、次に、じゃあ E の2を F で移したものは A の2なんですけれども、これもやはりこう成分をちゃんと決めて書いておくことにしましょう。成分は A の12から A の M2 ですね。で、同じように、点々点々点々と書いていって、で最後に、E の F の En ですね、この基本ベクトル En を F で移したものを、まあ、A の N と置きますが、これも成分ごとに書きますと、A の 1N から始まって A の Mn と。まずは、その基本ベクトル E の1から E の N までをこう移した
ベクトルをこのような成分で表しておきます。ここまでいいでしょうか。で、次に、この列ベクトルですね、A1 から AN を並べて行列を作りましょう。で、一応ですね、この行列を A と置きますけれども、これは A の1から ANN を並べた行列ですので、もう少し成分をちゃんと書きますと、第1列が A の11から A の M1 ですね。第2列が A の12から A の M2 と。で、最後に第 N 列が A の1N から A の MN と。まあ、こんなふうに、その、基本ベクトル E1 から EN をF で写した行列を、あるいはベクトルを並べて、こう行列を作ります。で、こうして作ったベクトルは実は非常に使い勝手が良いということをこれから話をします。皆さん、板書はついていっていますか？大丈夫そうですか？著しく遅れているという人がいたら言ってください。もしくは、著しく遅すぎるという人がいたら言ってください。まあ、一応皆さん あのペンの動かし具合を見ながらやってはいますけれども。さて、今のようにしてこの行列 A というのを作ったんですね。で、するとですね、どういうことが起こるかというと、もう一回この F の E1 ですね、この基本ベクトル E1 を F で写したものを思い出してみますと、これが A1 でした。で、A1 というのは成分で表すと、A の11から A の M1 とこういう列ベクトルで表されていました。で、ところがこれっていうのは この行列 A なんですけれども、この行列の第1列なわけですよね。で、第1列をこの行列から第1列を取り出すために、なんかベクトルかけて取り出そうと思うときにどうやって取り出せるかっていうと、右側にこういうベクトルをかけます。そうするとこのベクトルと行列の積の定義から、この例えば第1行はこことここの積の和なんですけれども、1は一番上にありますから、第1行は A の11が出てくると。で、同じようにして、一番下の行は、この行とこの列の積の和なんだけど、一番上の高校が1だから、一番下の行はこの A の M1 が出てくるということで、実はこの行列 A に、右からこういうベクトルをかけると、このベクトルが出てくるんですね。ところが、このベクトルというのは実は E1 なんですね。基本ベクトル E1 なんですね。ということは何言ってるかっていうと、この E1 を F で写したベクトル A1 というのは、この E1 に左側から行列 A をかけることで出てきますってことを言ってるんですね。ですので、ベクトルと行列の掛け算で
この F の E1 っていうのがこう求められますよってことを言っています。そうするとさっきのこのですね、こういう形でこういちいち書いたのからはかなりな進歩なわけですね。そのベクトルと行列の掛け算でE1 のベクトルに移った先が出てきますということを言ってるわけです。で、同じようにして、じゃあ、基本ベクトル E2 を F で移したものはどう表されるかっていうと、この基本ベクトル A2 に左から行列 A をかけたもので表すことができます。で、最後、t 以下同様にして、最後は、基本ベクトル EN を F で移したベクトルっていうのは、EN に左側から行列 A をかけることで得られますっていうんですね。で、まあ、なんかその見た感じ、そんなに大して変わらないかもしれないですね。上と下と。変わらないかもしれないけども、実は、こう書いておくと、次に述べるように、じゃあその一般のですね、この kn のベクトルがどのように移るかっていうことを表すことができますので、ちょっとこれ見ていきましょう。で、今度はその n 項数ベクトルですね、2位の n 項数ベクトルを考えます。先ほどもやりましたように、その2位の n 項数ベクトル x っていうのは、その基本ベクトルの線形結合で表されますから、この x っていうのは、まあ、例えば c1 かける e1 プラス c2 かける e2 プラス cn かける en、まあ、こんなふうに表されるわけですね。で、これはその n 項数ベクトル空間の弦ですよってことなんですが、これに対して じゃあこれを f で移してみましょうというわけですね。これを f で移してみます。まずはこの x にこうやって展開したその基本ベクトルの一次結合で表した表現を代入します。そうしますと、この F の括弧の中に C1E1 プラス C2E2 プラス点々点ときて、最後 CNEN と。まあ、こういうことになるわけですね。で、実はその先ほどもこの形に出たのを覚えてますでしょうか。そしてこの形が出たときに、そのどういう操作を行ったか、皆さんもう一回思い出してください。これはどういう操作を行ったかというと、今 F は線形斜度ですから、これをその重ね合わせの原理を使ってばらせるっていうんですね。で、どうばらすかっていうと、最初の項は C1×F の E1。で、次は C2×F の E2。以下同様にして、最後 CN×F の EN。まあ、こういう形でこう分けて考えることができるわけです。ここまでいいですか？で、ところがですね、そのさっきちょうど上でやったのは、この F のE1 からですね、この F の EN っていうのが全部その行列 A を使ったその積の形で表せるということなんですね。ですので、それでちょっとこの式を置き換えてみましょう。そうしますと、まず最初 C1×F の E1 だったところは、ここにありますように E1 に左から A をかけたベクトルですよと。で、F の E2 も同様に C2× その E2 の左側から行列 A をかけたものですよと。で、以下同様で、最後は CN×
この F の EM というのは、この行列 A×EM ですよというふうにこう表されるわけですね。実はその先ほどの式変形を使うと、まあ、こういうことができるというわけです。で、ここまでいいですか、皆さん。で、この式見ますとね、ちょっとなんか気持ち悪いというか、なんか、行列がこうスカラーとベクトルに挟まっていますから、なんとなく見かけが良くないなということで、で、スカラーは実は、これ、行列のと交換可能です。右側にベクトルがありますから、だから、この A 倍の E1 を計算してから、C1 倍、するのと同じことが実はそのあらかじめこの E1 を C1 倍してから A をかけるということも等しいわけですね。行列の積の性質、スカラ倍の性質で成り立ちますので、それをちょっと書き換える。そうしますと、まず A、ここは A かける C1、E1 というふうに書き換えますね。で、次も A かける C2、E2 と書き換えます。で、最後は A×CN、EN というふうに書き換えられます。で、これを見てみますと、あれと思うわけですね。今度はもう少しこの式をうまくまとめられないかというふうに思うわけです。で、そこで、その皆さん行列の、まあ、足し算やスカラ倍を習ったときに、その分配法則というのをやったんですけれども、それを使うと実はもう少しきれいな形でまとめることができます。すなわち、A括弧何とかという形でまとめることができますね。で、どういう形でまとめるかというと、またこの右側にある、この、基本ベクトル×スカラーの、まあ、和ですね。だから線形結合が入ってきます。具体的に書きますと、A ×括弧の C1、E1 プラス、C2、E2 プラス、点々点の9、最後、まあ、CNEN と。まあ、こういう形にまとめることができるわけです。ここまでいいでしょうか。で、ここまで見ると、あららっと気がつくわけですね。まあ、気がついてくれると嬉しいんですけれども、あららっと気がつくわけですね。まあ、気がついたことにしましょう。で、どういう気がつくかというと、実は、これって、最初に与えた x なんですね。ですので、まあ、こういう形にこうなっちゃったわけですね。で、もう一回今の式変形をまとめて書きますと、まあ、ゆえに、x を f で移したっていうのはどういうふうにし表したかっていうと、実は、x に左側から行列 a をかけたものに等しくなるということを言ってるわけです。で、ここまで書きますと、あれこれってどっかで見たことがあるなと思う人、気づいた人はいるかもしれませんが、実は今日の時間の最初の方でやりました。線形写像の例ですね。線形写像の例で、まあ、LA という写像ですね。K の N から K の M までの写像で、K の N の X をK の M の AX に移しますという、写像の定義をしました。ということなんで、実は、今のようにして作った写像がですね、その、先ほど、その行列から線形写像を使いましたけれども、この形にまさになっているっていうんですね。ですので、このことから、
まあ、任意の線形写像がある行列で表されるということがこう分かるわけです。ちょっとだいぶ話がこう何段階も込み入っているのでなかなかすぐにはこう飲み込めない人もいるかもしれませんけれども、一応この形になったということはそのさっき与えた線形写像がまあ行列で表すことができたと。で具体的にはどういう行列で表したかっていうと、そのこちらにありましたようにそのこれは基本ベクトルの行き先をまず定めたわけですね。あの E1 はどこへ行く、E2 はどこへ行く、で最後 EN はどこへ行くっていうのを定めました。でこのそれぞれのこの E1 から EN のこの行き先をこう並べて行列を作る、作りなさいって言うんですね。その行列を作ると実はその行列 A の表す線形写像というのがその自分が作りたかった線形写像の行列による表現ということになるという話です。まあちょっとそうですね、これまでの話に比べるとかなり抽象的な話なんでなかなか難しいところもあるかもしれませんけれども、少なくとも原理としてはそういう話ですね。ということで一応ここまででその任意の線形写像を与えると、まあ、それは行列で表すことができるということを やったわけなんですけれども、でもう一つ問題があって、まあ、次にその、まあ、F の行列での表し方ですね。表し方が、まあ、一時的であることを示したいと思います。一時的というのはその例えば、今はある手順でその自分が作った線形写像 F を行列で表すことができたんですけれども、その一つの線形写像を例えば二つの異なる行列でこう表せたりするとそのまあいろいろ厄介な問題が起こることが考えられます。例えばじゃあ逆にですね、その行列を見て線形写像を、まあ、知るっていうこともできるんですけど、その例えばその行列がですね、2つ異なる行列があるのにそれらがどっちも同じ線形写像を表すなんていうことになると、その場合によってはこう混乱を招いたりとか、それからまあ、それ以降の計算ですね、いろんな計算をする上で支障が出たりとかすることが、ありえますので、ですのでちょっと F を行列で表すという表し方には一通りしかないということを一応確認しておきます。でその確認の仕方はこれ数学では常套手段なんですけれども、なんか別な行列がありますと。さっきはその F という線形写像を表す行列が A だったんですが、今ここに別な行列 B がありまして、でこれがまたその F のですね行列表示と書きますけど、 F を行列で表したものとしましょう。F をこの B、行列 B を F の行列表示とすると、ですからこの段階ではその B というのは先ほど与えた A と等しいかもしれないし異なるかもしれない。とりあえず何か
もう一つこの F の行列表示であるこの B という行列があったとしたときに、これ実は A に等しくなるんだよということをこれから言います。で、それを言うにはそのまず F、例えば E1 をですね、 E1 を F で移してみましょうと。 E1 を F で移してみましょうっていうと、これ先ほどですね、この、行列 A を使えばこれっていうのは、この E1 を F で移すっていうのは、この E1 に左側から A をかけるっていう意味を持っていましたから、そうすると、これ、A の11かける A の M1 となるんですけれども、じゃあ仮にですね、これ、今、この B もまた、この F を行列で表したものとしますと、E1 を F で移したものっていうのは、まあ、E1 に左側から B をかけたものとも思えるわけですね。そうすると、この場合は、B の11から B の M1 という、こういう、その、行列 B の成分を使った、こう、ベクトルが出てきます。ということで、もし B も、その F を行列で表したものとすると、まず、この E1 を移した結果から、まあ、この第1列がそれぞれ等しいということがこう分かるわけですね。で、これを今度その F の E2 とか F の E3 とかっていうあのベクトルに対して全部こういう検算をします。で、最後にこのベクトル EN に対してこの検算をするんですけれども、これ EN を A で移したベクトルは A の 1N から A の MN でした。で、ところが今これはあの B を EN で移したものに、B を EN の左からかけたものに等しいとしていますから、これが実はその A の B の 1N から B の MN になって、これから分かることは、この行列 A の、行列 A の第 N 列と、行列 B の第 N 列が等しいということになります。で、だから第1列同士も等しくて、第2列同士も等しくて、第3列同士も等しくて、点々点と来て、最後に第 N 列同士も等しいとなったら、もうこの行列 A、B というのは実は A に等しいということが最終的に言えます。で、このことから、もしですね、この F の行、F を行列で表したものとして、この B という中、A と別なものがかもしれないなと思ってたんだけども、実は、B は A に等しかったと。ということで、その F を、線形写図で F を行列で表す表し方は結局、ただ一通りだけありますということが、まあ、この、議論から分かることです。ということで、一応今日の話の最後の結論として、この教科書125ページの最下の方にあります、この定理 5.1 が分かります。定理 5.1 は、その、線形写像の行列教示と呼ばれるもので、一応板書もしておきますと、
線形写像ですね。この F、F という線形写像。これは、数ベクトル空間 Kn から K の M への線形写像としますけれども、これはですね、実は、適当な、適当なというのは、その、数学的でいう適当なという意味ですね。適当な行列、まあ、A。これは M 行 N 列の行列なんですけれども、これによって、F イコール LA っていうのは、その、さっきこちらでやりましたね、こういう形ですね。F で X を移すということは、ベクトル X に左側から A を、行列 A をかけるという意味です。で、これと、いうふうに一時的に表されるということが一応今日の話の結論になります。ここまで質問ありますか？なんか今日はいつもに比べて僕もチョークの減りが激しかったような気がするので、皆さんも晩鐘に疲れたと思いますが、お疲れ様です。で、一応今日のところで、実は、今までですね、皆さん行列っていうのを何気なく扱ってきたかと思いますけれども、その行列を扱うっていうのは実は皆さん知らず知らずのうちに、この線形写像を扱っていたところになるんですね。で、そういうことをちょっと知っていただければというふうに思います。で、次回からなんですけれども、一応今日は、教科書では126ページまで終わったことにしまして、で、まあ、次回以降ですね、セクション 5.2 の線形写像の像と書くというところから、進めていきたいと思います。なお今日の演習は多分第4章の行列式の発展を中心に行うと思いますので、皆さんそちらの方も問題頑張って解いてみてください。他何かありますか？じゃあ今日はこれでおしまいします。どうもお疲れ様でした。